どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、先週の生放送でちょっと軽く触れさせていただいたんですけども、LINE スマート投資、 LINE ワンコイン投資をね、今回ね、解説していきたいと思います。まあ、これねどういうものかというと、非常にお得な案件なんですよね。まあ、案件っていう言い方するとあれかもしれないですけども、まあ、毎週ね、2000ラインポイントがゲットできるっていう、LINE スマートワンコイン投資っていうので、もしねこれ興味ある方はぜひねやっていただきたいと思いまして、動画撮らせていただいております。で、私自身ね12月の半ばぐらいからやって、実際にね、これ毎週2000ポイントねいただけてるわけなんですよね。で、まあ、非常にねおすすめなんですよね。で、この LINE スマートワンコイン投資っていうのはね、どういうものかっていうと、スマホのみでね、500円から気軽に行える、投資ということで、一応ね大前提で覚えておいていただきたいんですけども、こちらね投資ですのでね、損益が出るものなんで、その点だけはね、覚えておいてください。で、毎週2000ポイントはもらえるんですけども、運用自体にはですね、だいたい40万円ぐらいの現金が必要です。この時点でね、ちょっとやだなと思う方いるかもしれないんですけども、非常にね、利益が取りやすいんで、ぜひね、やってみていただけたらなと思います。で、このね、まず、最初に説明するのが、この LINE スマートワンコイン投資で、2000ポイントは毎週もらえる仕組みなんですけども、この LINE スマートワンコイン投資に入金するとですね、もう自動的に運用が始まっていくんですよね。っていうことなんで、この入金行為が実際に言うと購入、株とか投資とかをね購入する行為と同じということで、そこで還元が受けられるっていうものなんですけども、これね LINE Pay で引き落とされるんですよね。LINE Pay でも銀行でもいいんですけども、入金するときに、LINE Pay のねカラーってありますよね。前月の利用額によって、カラーが決まってるんですけども、最初は 0.5% なんですけども、それがねどんどん進んでいくと、最終的には 2% まで還元額が上げられて、それの対象支払い金額が一月10万円なんですよね。ですので、10万円使うと、次の月が 2% 確定されるみたいなもんなんですけども、今ね、これ1月の31日で、12月に10万円この LINE Pay で利用している人は、1月 2% 確約っていう感じなんですよね。ですので、1月に10万円使ってると、2月が 2% 確約っていうものになるんですよね。で、この LINE Pay のこのマイカラーに、この毎週2000ラインポイントが取得できるっていうのは依存しておりまして、前からグリーンでね 2% の状況で、この LINE スマートワンコイン投資に一度に10万円、これマックスなんですけども入金すると、先ほど言った通り、この入金する行為が購入行為となりますんで、それがそのままね還元が 2% 受けられるんですよね。それが一周で10万円入れて、それの 2% なんで2000ポイントがね戻ってくるっていう仕組みなんですよね。で、これを毎週引き落としていくと、月40万円なんですよね。それで月8000ポイントっていうふうにね、仕組みになるわけなんですよね。 LINE スマートワンコイン投資ということで、投資なんで短期間で、1ヶ月とかじゃなくて、1週間ぐらいでね10万円を入れて、それをもらってまた出して入れてもらってみたいなね、繰り返したいって誰でも思いますよね。私もそう思うんですけどもこれね、そういうことをやってしまうと、このその行為自体がこの LINE スマート投資、っていう投資を目的じゃなくて、ポイント目的だと、LINE スマートワンコイン投資側から思われてしまって、アカウントバンされてしまうみたいなんですよね。ですので、その10万円をね入れたり出したりする行為をね、しないようにしてくださいね。挑戦したいって方はね別にあれなんですけども、それでねバンされてもねあんまり意味がなくなってしまいますんでね。で、次にね、この LINE スマート投資っていうのは、先ほど言った通りこれ投資なんですけども、これどういう投資かっていうと、
入金したと同時に取引が始まりますって言いましたよね。普通の投資って、まあ、入金して、まあ、自分で銘柄選んで購入して、まあ、売却するみたいなものが、まあ、普通なんですけども、この LINE スマートワンコイン投資っていうのは銘柄とかそういうね投資先っていうのは全部 AI がやってくれてるんですよね。ですんで自分で何にもしないんですよ。まあ、私たちがするっていうのは本当に入金するだけ出金するだけ以外のことは何にもしないんですよね。まあ、AI がローリスクローリターンのものを探して購入してくれて、まあ、それを勝手に売ってくれるみたいなね感じなんですよね。だからまあすごい楽なんですよねまあ何もしないんですよ本当に。入金の引き落としも勝手に落とされていくんで、引き落としされましたっていう LINE のメッセージが来て2000ポイントゲットしましたみたいな、そのメールだけ来るみたいな感じなんですよね。でこの AI がやってくれるこの投資っていうのは、まあ、結構今ね多いんですよね、うん、ですけどもこれ手数料すごい高いんですよ本来はね。なんですけども今この LINE のスマートワンコイン投資っていうものは、まあ、キャンペーンをやっていて、まあ、4月の終わりまでね、手数料無料で利用できるんですよね。で5月以降はねちょっと有料にはなってしまうんですけども、まあ、私個人的にはですね、まあ、毎週2000ポイントで月8000ポイントもらえているのであれば、まあ、全然いいかなっていう感じなんですよね。私のね、私12月の半ばから始めてますって言いましたけど実際にこの投資なんで、まあ、どんな含み益損益が出てるかっていう感じなんですけども、まあ、私のね12月から半ばから1月ね半ばぐらいまでの結果だと、大体5500円ぐらい儲かってる感じなんですよね。で先週か先々週ぐらいから、コロナウイルスのね話が出てまして、この週はねちょっと先週今週で、まあ、1500円ぐらいマイナスになってるっていう感じなんですよね。まあ私総額的にはね全然プラスになっていて、まあ、プラス、まあ、8000から、全部で1万ポイントぐらいかな、もらえてるっていう状況なんですよね。うん、最高ですねいやーいいですよね、うん、だから私は、月8000ポイントもらいつつ、まあ、大体5000円ぐらいの、ね、利益を受けれてるわけなんですよね。いやすごいですよね、うん、ぜひやっていただきたいですねで、次にね、やり方を解説させていただきたいなと思うんですけども、まあ、こちらね投資ということですんで、普通のね証券会社で、口座を開くのとね全く一緒なんですよね。ですけども、それ自体はね全部、スマホで、完結するっていう感じなんですよね。まあ、普通のね LINE の、アプリをね立ち上げていただいて、右下に、ウォレットっていう文字がありますよね。まあ、それをタップすると、真ん中ぐらいの 左の下の方にね LINE、スマート投資っていうところがありますよね。まあ、こちらから口座開設をしていただいて、実際に入金して、まあ、始めていくっていう感じなんですよね。まあ、そう ぶっちゃけねここ解説ね細かくしようかなと思ったんですけども、そんなに難しいことないんですよね。ただでに口座開設するだけなんで。で一つだけ注意事項っていうのがあるとすれば、進めていくとですね、あなたの目標っていうのを設定するんですよね。まあ、この目標自体はただ単に目標設定するだけで、まあ、特になんかするものではないんですけども、これをね40万円以下にしてしまうと、これね達成した時点、まあ、これを仮に10万円とかにしてしまうと1週間で10万円落ちますよね。で落ちると10万円達成するじゃないですか。達成してその後の取引行われなくなっちゃうんで、まあ、最低でも40万円ね目標設定はね40万円以上にしといてくださいね。そうしないと取引行われないんで、まあ、取引が行われなければポイントももらえなくなってしまいますんで、まあ、その点はね覚えておいていただけたらなと思います。で、次にですね、この LINE ポイントが、まあ、月8000ポイントもらえるということで、じゃあ実際これ何に利用するかって話になりますよね。まあ、私のおすすめの利用の仕方としては、LINE デリマ、まあ、LINE のデリバリーサービスですねとか、LINE ポケオっていう、LINE のお持ち帰りサービスっていうのがあるんですけども、まあ、そちらのキャンペーンがね結構すごいんですよね。まあ、50% ポイントバックだったりとか、77% ポイントバックだったりとか、500円以上でね、300円
ポイントバックとかね、まあ、そういうキャンペーンが結構ちょこちょこ行われてるんですよね。ですので、まあ、実質、4000円分の、食事が、2000円分で利用できて、そのしかもその支払う2000円分はこの LINE スマート投資で得た、ね、ポイントで食事ができてしまうみたいなね、まあ、こんなこともできるんですよね。まあ、それ以外にもですね、ルートを組めば、楽天ポイントとかにも移行できますんで、まあ、ちょっとね、そのやり方知りたいっていう方はね、コメントいただければね、解説させていただきますんで、ちょっとね、この後もう一個ね、説明入りますんで、ちょっと長くなってしまうんで、ここはちょっとカットしてしまうんですけども、もしね、気になる方はコメントいただけたらなと思います。で、最後、LINE の LINE ポイントをね、他に利用方法がないかっていうのはね、まあ、考えますよね。まあ、そのデリバリーと持ち帰り以外に何か利用方法ないのかってやっぱ思いますよね。まあ、LINE ポイント自体はね、結構幅広く使えるんですけども、この LINE ポイントを、まあ、再投資に利用することもできるんですよね。だから8000分毎月もらえますけども、8000分ね。まあ、このポイントを、LINE 証券っていうね、またこの LINE スマート投資は別に LINE がやってる証券会社があるんですよね、まあ、そちらに入金する際にですね LINE ポイントが使えるんですよね。ですんで、まあ、そこに入金するのに8000円分の LINE ポイントを入れますよね、 LINE 証券で、取引、まあ、何か取引して、まあ、出金しますよね。そうすると LINE ポイントから LINE ペイ残高に移るんですよね。まあ、入り口は LINE ポイントなんですけども、出口は LINE ペイ残高なんですよね。ですので、LINE ペイ残高になったら、LINE スマート投資をね、再利用できたりとか、まあ、コンビニとかスーパーとかでね、LINE ペイ使えるところだったら、まあ、利用できますんで、まあ、そういう利用方法っていうのもあるんですよね。まあ、LINE ポイントが、以前はね、LINE ペイにね、使えたんですけども、昨年末ぐらいだったかな、LINE ポイントから LINE ペイ残高にね、移行できなくなってしまったんで、もしね、LINE ポイントをね、そういう風に使いたいっていう方はね、まあ、こういう利用方法もあります。で、この LINE 証券はですね、まあ、先ほど言った LINE スマート投資と同様にね、証券会社なんで、普通にね、口座開設がまた別にね、必要となります。この LINE スマート投資と LINE 証券というのは全くの別物ですので、混同しないようにね、してくださいね。全然違うサービスですんで、両方とも口座開設しないと、このルートもね、使えませんので、まあ、その点だけはね、覚えておいていただけたらなと思います。いかがだったでしょうか。今回はね、LINE スマート投資っていうのをね、紹介させていただきましたけども、もしね、何か分かんないことがあれば、まあ、分かる範囲でね、お答えさせていただきますんで、コメントいただけたらなと思います。いやー、これね、ちょっとアカウントバンされないか怖いんですよね、それではね、今回の動画は、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。